はい、それでは文献紹介を始めます。今日の文献は、Distributed Representations of Words and the Phrases and their Compositionary ということで、2013年の NIPS からです。で、あと、紹介中で、図が出てくるんですけど、オライリーの Word to Beck による自然言語処理の本から結構借用してます。で、まず、概要なんですけども、これはミコロフさんたちが提案したワードトゥーベックっていうのがあるんですが、それの続編みたいな論文です。で、何かっていうと、前のモデルと比べて手を抜いてみたら計算が速くなって、でさらに精度も良くなっちゃったみたいな論文です。で、あとちょっとフレーズも考慮してみて、カナダとエアーっていうのが近くでこうあったら、エアーカナダみたいなものも若干取れるよみたいなものとなってます。いわゆるワードトゥーベック論文です。で、その自然言語処理において、単語をその、一つのベクトルと置いて、何か処理するみたいな、そういうベクトルによるあの単語の表現を用いて自然言語処理をするっていうのは、結構その前の1986年とかから、研究されています。で、そんな中この有名なやつですね、これだとマドリッドからスペインの成分を引いて、フランスを足すとパリになる、直感的に意味の足し算引き算に似てるよなっていうものです。で、これがワードトゥーベックで、この著者らが、このスキップグラムモデルって言って、提案をしています。で、このスキップグラムモデルがどんなものかっていうと、ざっくり言うと、入力単語があります。で、あるシャドウする関数があって、入力単語が入ってきたら周辺の文脈の単語を推定します。ただそれだけです。つまり、ワードトゥベックはその、ある単語があって、その周辺の単語の情報を、うまく計算することによって、意味の情報っていうのを、ベクトルに埋め込んでいます。で、スキップグラムモデル、どんな感じになってるかっていうと、こういう数式で表されます。で、これは単語列、これ W って単語なんですけども、単語が123で、T 個の単語があります。で、文脈、どれくらいの幅を見るか、さっきのとこですねがあって、それが C となってます。で、それぞれのその、ある単語に対して、ここっていうのが、ある単語 T があったときに、この文脈分だけ見て、それが、どれくらい現れるかっていう、この確率っていうのを、計算しています。で、なんですけれども、前の提案の部分では、この確率を計算するときに、結局その、いろんなこの文脈を考慮するっていうところで、結局単語数分計算しなければいけないっていうことで、この10の5乗から10の7乗とかで計算大変なので、これを省略しますっていうのが、主なポイントです。で、これ文脈ベクトルとかがあって、ベクトルかけるベクトルで、それがまたこの中で、シグマがあってってなっているので、計算量が多いことが分かります。で、そこで、情報処理とかでよくある、ハフマン符号っていうのを使って、計算をどんどん省略していきます。で、これはざっくりしたイメージなんですけども、この手法は、階層的ソフトマックスと呼ばれています。で、それで基本的にアイデアっていうのが、この単語がいろいろあった時に、これを一つの大きなグループとして見て計算をすることで、計算量が、オーダーログ N に削減できるっていう風なものです。一個一個計算して一個一個更新すると時間がかかるので、そのキーみたいな感じで見るっていうのがアイデアです。で、それで見るためにこのグループを選ぶところでハフマン符号を利用してます。で、ハフマン符号ってざっくり言うと、
よく出現するものは短いビット列で、あまり出現しないものは長いビット列になります。なのでこれ、これが単語でこっちが頻度なんですけども、まあ高頻度なものほど短いハフマン符号で、まあこの0っていうのがこの一番多いものですね。で1っていうのがこの下が、まあ、1つ下がるこの黒の部分になってます。でまあこれで自然とグループ分けができていきます。まあなのでこれまあ本当に雑にやって適当にそれっぽい計算をしてるっていう感じです。でもう一個ネガティブサンプリングっていうのがあって、まあこれはワードトゥベック、まあ入力があって、それで正解っていうのをこうまあ出力していくんですけども、そこでランダムに5個ぐらい偽の入力をします。まあこれも計算を省略するためです。でこの不正解の入力を選択する確率っていうのを単語の、まあなんかこれは経験則らしいんですけども、単語の出現確率の4分の3乗にすると、まあいい分散表現が得られるということです。でもう一つがこの、まあ、大規模コーファスを使ってその単語のベクトルを取るんですけども、そこで、高頻度語を間引きします。サブサンプリングします。で、まあ、高頻度語っていうのがインとかザとかアなどの、まあ、品質語ですね。でこれを、サブサンプリングするために、まあ、著者らは超単純な式を出してます。でまあこれが、まあ、間引く確率、ある単語間引く確率っていうのはまあ、1引くでルートで、これが、まあ、ある単語の、相対の頻度で t が、まあ、適当なスレッショルドで、まあ、ここでは適当に10のマイナス5乗を決めてます。でまあこれ何かっていうと、高頻度なものほど、まあ、確率が1に近くなって、まあ、間引かれやすいっていう風なものです。で低頻度なものは、まあ、引かない、まあ、ただそれだけです。で、まあ、これが、実験と実験結果です。で、まあ、そういうふうに、単語の分散表現を作って、あ、それは10億語のニュースコーパスで学習しています。で、まあ、書いてないんですけども、訓練データで頻度が5以下の語は除外しているそうです。で、どんなタスクかっていうと、さっきのまあ、類推なんですけども、このベルリンと、まあ、ジャーマニーっていう関係が与えられた時に、まあ、フランスに対応するのはパリみたいなものかどうかっていうふうな、まあ、類推アナロジーのタスクです。でそうしたところ、まあ、なんかこの論文とりあえずその計算を端折って時間が早くなったので、まあ、時間早いよねっていう話とかで、あとは、このネガティブサンプリングっていうのを、まあ、この5とか15っていうのはその繰り返しする回数なんですけども、まあ、回数増えると時間が増えるんですが、これですね、トータルアキュラシー、まあ、意味的にも統合的にも、まあ、この提案したものが一番いいというふうになってます。で、まあ、ここで、まあ、このネガティブサンプリングもう結構聞いてるんですけども、まあ、よく聞いたのはどうやらこの高頻度語を結構適当に間引いたら学習精度は結構良くなったみたいな話です。で、次に複合語の、まあ、学習と結果についてです。まあ、なんか複合語って結構、まあ、単純なその意味の合算ではできなくて、例えばエアカナダっていうのが、まあ、でもカナダ航空なんですけども、まあ、エア空気とあのカナダっていうのは足し算しても、まあ、多分そのエアカナダにはならないと思います。でまあそういうところがあの単語ベクトルでどれくらいあの表現できてるかっていうのを、まあ、確認するものです。でまあ何か適当なデルタ、まあ、なんか割引係数らしいんですけども決めて、まあ何かそのバイグラムでうまくスコアを取ってきて、この、単語と単語、まあ、エアとカナダとかがこの
連続で現れる回数っていうのと、それぞれが現れる回数の掛け算分のこれですねっていうので、スコアを出して実験を行っています。で、結果なんですけども、まあ、なんかこんな感じで、まあ、横に見てデトロイト、あ、これは NBA バスケットのチームですね。なんかデトロイトとデトロイトピストンズですか。で、そしたらトロントとトロントラプターズで、エアラインもオーストラリアとオーストラリアエアラインズだった時にスペインとスペインエアみたいな感じで、まあ、複合に関してもまあこれだと例えば1単語と2単語で、こっちは11っていう感じで対応が取れてます。で、まあ、これは結果的にはあのハーフマン符号化を使って、でこの10のマイナス5乗で間引いたものっていうのが、まあ、47% ぐらいで合ってたということです。で、まあ、他には、まあ、互構成みたいな感じで、これは単純にベクトルの、まあ、足し算で、まあ、意味の足し算をしてどんなものが出てくるかっていうのを検証しています。でそれで、まあ、なんかざっくり言うと、まあ、アンドラルな振る舞いなんですけれども、例えば、まあ、ベトナムとキャピタルってあった時に、まあ、ベトナムの、まあ、首都っていうところで、まあ、ハノイが出てきて、まあ、あとは首都じゃないんですけども、まあ、ホーチミンシティとか、まあ、ベトナムベトナミーズとかで、まあ、ドイツとエアラインで、まあ、多分これエアラインドイツの多分航空会社とかですねっていうのが出てきて、まあ、足し算でもそれなりに、まあ、意味が獲得できているとなります。で、まあ、最後、他の分散表現との比較なんですけども、まあ、この、改良したスキップグラムモデルっていうのは、まあ、とにかく早いですと。なんか提案手法とかは2ヶ月とか200日とか、1週間とかで、これだと1日とかですかで終わります。で、まあ終わるし、全部それなりにいいものが取れてますという話です。で、最後まとめです。スキップグラムによる、まあ、単語副単語の単語ベクトル表現っていうのを作って、それを確認しています。で、まあその前のモデルと比べて、適当に計算をはしょることによって、なんか学習が高速化して、高精度化したっていうものになります。で、単純なベクトル演算、最後のそのベトナムとキャピタルみたいな感じで、まあ、足し算で意味を表現できたっていうのがこの文献になります。以上で終わります。